だが、まだ準備ができていないんだよ。ツイートしたいんだがまだ準備ができてない。ちょっとツイートしながら喋っていい？ツイートの準備しながら。おーやっほー。ちょっと待って、ツイートで聞きたいんだけど。やばくない？この薄さ、今日の薄さ。今日全然メイクしてないんですよ。今日の薄さから MV からのさ、やばいよね。どうも。ちょっと待って、ちょっと待って、ほんとツイートしたくてしたくて。ミュージックビデオ皆さんどうでしたか？どうやった？今画像選んでるんだ。先にやっとけってな。すんまそん。すんまそん。かっこよかった、最高やった、最高すぎた。おお、めっちゃ言ってみんな。みんなめっちゃ言ってくれるやん。ピンクエンジェル最強。いらないツインテール、ツインテールかな、なんだろう。もう行っちゃってるよね、もうやばいよね、なんかもうウィーみたいな。ウィーみたいな。みんなイケメンでしたか？イケメンでした。ちょっと待って、ツイートしたいんだよ。明日晴れますよね。それな、もうちょっとギャップがやばいですよね、私の今。こんなんじゃ全然ないの。いらないツインテール。かっこ。いらないツインテール。MV がね、ギャップ前ですか、今が薄く見える。いや今はね、今日薄いんですよ、今日めっちゃ全然してなくて。からのあれだから、ちょっと本当にやばい。今日握手会だったんだよね。
あのメイクさ、そうなんですよ、いろいろなんだっけな、なんかね結構バタバタしてた時に撮ってて、あれで、なんなんていうな、なんかねすごいねやばかったんですよ、ね、ツアーの最中かな、なんか本当に、あ、つ、え、違うかな、なんだっけな、なんだっけな、なんか本当にまあそんぐらいのか、なんかまあ、え、ツアーじゃないのか、まあとりあえず地方、しかもなんか前後が地方の日とかで、そうで、もうめっちゃバタバタで、そうで、もうで夜めっちゃメイク、まあ朝からやってて、で髪の毛もやってるから、で夜まで撮影してて、ショールームやばいやばいみたいになって、とりあえず急いで帰ってだなって記憶があって、ね、だってもうこのままさ、この MV のまま私がショールームしたらもう絶対おかしいでしょってなるから、なんかとりあえず山本だけもうメイクと髪は全部あれして、他のメンバーはなんか髪とかもそのまま帰ったメンバーとかいたんですけど、なんかアンはとりあえずもうメイクも落として、髪の毛も全部落として下ろしてもらって、そう配信やったんですよ。そうっていう記憶がある。 A メイク？ A？ 嘘、そのまま帰ったっていうか、ちゃんとなんか家までそれあれですよ、あの電車とか乗ってないですよそうそう、遅れたハロウィン状態で、いつの配信だったの忘れちゃったけど、そんな日がありました。何くそ、何食わぬ顔してやってました。メイク時間結構これはかかってますね。髪の毛とかもそう、全員エクステみたいな色がねついてるんですよ。そう、そうなんです、ちょっとね喋りたいんだけどね、ちょっと待ってね。喋りたいんだけど、ちょっといあとちょっと待って、もうちょい待って。あ、そうだ、そういえば、そういえばの話があったな、そういえばの話があったな、よいしょ、たったらーん、どっちがどっちだ、これここに貼っとこうかな、今度ちょっと今日貼りたいな、見てください、小道具をねまたもや持って帰る山本です。あれ全然見なかった、小道具をね持ち帰るんですよ山本は。もうスタッフさんからね、スタッフさん側からね、あんちゃん小道具持って帰るって言われるんですよ最近。あんがよく持って帰るから、ショールームの裏飾るって言うてもらうんですよ。超雑入らんわ、これでいいや、とりあえず超雑、よいしょ、そう、これは MV で壁とかに貼ってあったやつで、これ全部ちゃんとイコラブ仕様になってて、そう、こことかにイコールラブってついてたり、ここにもツインテール、ここイコールラブって
書いてあったりするんですよ。で全部手作りで壁に貼ってあった紙とかも、なんかロッカーのところとかダンスシーンの壁に貼ってあったやつとか。やばい人だと思われる？嘘、やばいじゃん違うよ。そう、レアです。私しか多分持って帰ってないので、メンバーで多分だけど。明日行きます、あんちゃんね、ありがとうございます。そう、なんか本当にね、この MV はなんかもう自分があんなメイクをするって思わなくて、でなんか全員結構目の上の色が、このアイシャドウの色が全然違ってから、アンは、アン何色やったっけ、アンピンク、ピンク違う、赤違う、オレンジ、アンオレンジかも、あれ違うなあれアン何色やったっけ、よいしょ、なんかシャドウの色とかが違ってめっちゃ面白かった。もう楽しかったよね、この日。すっごい、この MV 撮るのめっちゃ楽しかった。あ、何色やったっけ、赤かな、赤だ、あんな赤だ。服は結構赤とか青とかだったんですけど、なんかまあアイシャドウは結構ピンクとか黄色とか青とか、もうめっちゃカラフルで結構全員違ったりもして、アンはここ赤で、でなんかもうみんなもうアイラインガーみたいな、リップガーみたいな感じで、もう前髪もな結構パッっていう感じで、これをねこっちからこうやってね持ってってね、こうやってやってここ編み込みしてこっちに持ってってみたいな感じでやってもらって、で全員エクステで髪の毛の色がちょっとだけ変わってるみたいな感じにしてて、で衣装も聞いてください、なんか衣装もなんかその日にフィッティングで、もう結構その期間すごいバタバタしてたから、多分ツアーとかでもう本当にフィッティングとかもその日だったんですよ。でその日朝おはようございますって言って行って、でめっちゃ鏡がここにねあるんですよ、バーって。で結構全部もう明るいスタジオっていうか、そのメイクとかした場所は明るくてバーってあって、でまあもうヘアさんとメイクさんが準備してたっていたんですよね。で先にフィッティングからスタートで、フィッティングしてくださいって言われて、全員なんかこうお名前がね山本って書いてあるなんかハンガーがあって、まあ衣装さんがそれを持ってきてくださって、まあ、見るじゃないですか。そうでなんか着替えたら、あれみたいな、あれお腹出てるみたいな、あれみたいな、なんか今もとお腹出すキャラじゃないんですけどみたいな、えみたいになって、いおりとか今回多分お腹出してないんですけど、なんかえお腹出てるみたいななって、えみたいな、本当になんかえ私お腹出すんですかみたいな、なぜみたいな、やだ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 ってめっちゃ言っててめっちゃやだやだやだって言っとって、私そんなお腹出すとかなかったから言われてないし、えみたいになって、でも来てでフィッティングして、もうね首とかも超トゲトゲしてて、なんかもうねなんかもうジャラジャラみたいな感じで、もうみんなジャラジャラみたいな感じで、結構お腹出てて、え絶対やだ、ライブできたくないやだ、そう、待って、どんな、ちょっと MV 自分でもう一回見ていい？そう、みんななんかどんどんしかも出来上がっていくのね、顔が。それでなんか横を見たら、もうどんどんみんなが人が変わってて誰か分かんなくなっていくのがすっごい面白すぎて楽しかった。どういうこと、みんななんか A って書いてあるみたいな、あーそういうことか、
なんかここにペイントされてるやつか、顔のイニシャルね。なんだこれ。アンナの絵か、そう、そうだね。キアラとかケイとかだったしね。そういうこと？そのことか。ビップシーンね。なんか今回はでも翔子とペアだったんですよ。もう翔子がねイケメンすぎてやばかったです。そう。でもねすごい楽しかった。なんか自分じゃない人になれてすごい楽しかった。もうね目の下とか真っ黒なんですよ本当に。もうなんかね、翔子すごいでしょメイク。そう、おしょっとみたい。うん、あげるね。けどちょっと待ってね。みんなツイートしてますか？してるね。ツイートしたいんだけど。どうしよう。ちょい待って。オッケー来てないんだよねまだ。オッケーが来てないんだよね。オッケーが来てない。やばい、バッテリーが。まあでもみんな今あれしてるからさ、もうちょっと後ででいいよ。なんかね恥ずかしかったの。なんかリップシーンっていうか結構一人ずつのリップシーンと二人ずつ撮ったんですけど、でなんかアンとショウコが撮ってる時にメンバーがモニター、メンバーとかもスタッフさんとかもみんなモニターにいたの結構で、なんかもうめっちゃこんなんとか、なんかもうなんかこんなんとかもうやばかったんですよ。でなんか翔子とめっちゃ絡んだり、なんかアンがこうやってねリップをこうやって顎をこうやって持ってこうやってリップ塗ってたり、なんかもう本当に何恥ずかしくてそんなんしやんからそう線形さ絶対そんなんで、なんかもうなんかなんか来いよみたいなこっち来いよみたいないや何してんだろう自分って今思うんですけど、でもすごい恥ずかしくてそう恥ずかしかったですそう今見たらすごい恥ずかしくて、でもメンバーとかもなんかやーとかって言ってるんですよモニター見て、それがねすごいね恥ずかしかった怖くてやりませんやりません恥ずかしかったけど、でもなんかめっちゃいらないついてる今回。あの監督がウォンチュウォンチュの監督と同じ方で、うん、楽しかったです。なんかまた違う MV、 初めてメタル調みたいなのは初めての感じ、曲調だったのでロックでメタルみたいな感じはまた新しいコラボになったんじゃないかなって思います。そう、ズミさん、ズミさん私めっちゃね楽しいんだよねそう、そうマイカの変化やばいですよね。マイカやばい本当に。そう、だるまありがとうございます。そうめっちゃイケメンでしたよね。明日の柏できないのかな。着ないですどうしよう着るって。でもほんと着ないですよ、着ないですよ。あれでさ、あの衣装はもうあのメイクしなきゃね。ダメな、あれをさメイクしてあの衣装で探せ探せとかさやられたらさたまったもんちゃうやろやばいやろ
探せダイヤモンディーディーってやられてもじゃない？あのメイクでありがとう好きじゃけんとか言われてもさ、うーってなるでしょ。しんどいっしょ。待って、え、カブトが2個、フーテヤンとサシナユイさん、ありがとうございます、ありがとうございます。カメコさんがどうにかしてくれないよ、どういうこと。プーテヤン続きだし、しかもね、ありがとう、ありがとうございます。プーテヤンめっちゃ最近いっぱい来てくれて嬉しい。サシナユイサ、うん、ありがとうございます、ありがとう、サシナユイさん、いつもありがとうございます。 MV 皆さんに好評で嬉しいです、嬉しいです。マイカ見た瞬間ブチかっこいいって言ったね、もうみんなでもうめっちゃみんなかっこいいってめっちゃメンバーでみんなで言ってた。パークは女子、今回は結構歌い分けでなんかペアだったので、そう、明日みんな待ってるよ、明日柏、明日柏でぜひ感想とか聞かせてください。あのメイクでイコールきっと君だ君だ君だ。やばいでしょ、やばいやろ、歌わりが分かりやすいミュージックね、めっちゃめっちゃ好評じゃないですか、とても好評です、好評でよきよきですね。今誰かショールームメンバーやってたりするのかな、コラボカフェ行った、ポンポン、そうや、明日もうミニラじゃないから、ミニじゃないから、ほんとミニじゃないから、もう一あショコがやってるんだ、あだからか、なるほどね、8時半ぐらいからやってるんだね。あのあれメイク手遅れコーションと記憶ぐらいならね、いけそう、良さそう。ちょっとイケメンイコラブがね見えたんじゃないかなと思います。でもほんまになんかピンクエンジェルの2人が可愛すぎて、なんか可愛いしかっこいいことやってても可愛いし、でもかっこいいし、なんかもう最高って感じですね。なんか最近さめっちゃさなんかノリがさ、なんか最高って感じですね、イエーみたいな感じで喋っちゃうの。最近めっちゃ昨日もだったけどさ、すごい私さ喋り方なんかさイエーイみたいな感じで喋ってない？ね、なんか多分違うんですよ最近、あの指原さんの影響でフワちゃんさんにハマっててめっちゃ見てるんですよ、多分めっちゃ映っちゃって、だからあそこまですごいなんかもうすごいあれではないけど、なんかめっちゃなんかイエーイみたいな感じになっちゃうの。指原さんがねあれされてたから、それからすごいハマっちゃってさ。だからなんだよね多分ね、パリピになっちゃった。なるほど。そう、影響受けやすいんですよ本当に、そう乗ってますって感じ。テンション最近高いんですよね、だから全然ヤンキーとかじゃ、ヤンキーとかじゃないけど、あんちゃんツインテールいる？いらない？みんなどう思いますか？めっちゃカクカクしてるって、なんで？なんで？めっちゃわかりやすいやん、いるって、てんあげてんあげ。圧倒的にいる、ノリがいいね、ほんとに。ちょっと昨日ツインしたやん、それな、いらないこんなツインテール、
え、まださカラオケ入ってないのかな、イコールラブ、ツインテールとかリリーとか、どうなんだろう、探そう。さあ探せ探せ、ダイヤモンドリリー探せ。だいないね、ないね、イコールラブないね、まだないね、ないわ、ないんだ、まだダムはない。明日の善悪はね、ノイミーちゃんも一緒だからね。ツイートしようと、そろそろ。ちょっと待って、ラッスンこれらじゃない。ツイート。ツイートした。ツイートしちゃった。なんかもう4枚目とかもうどうしたって感じなんですけどね。まあツイートしちゃいましたね。はーい、ね、天気心配やだね、本当にやだ。おいしょっといっぱいあるよ、結構ある。今回なんかみんなで撮影っていうよりは結構シーンっていうかあれごとだったので、4枚目、もう4枚目はなんかウェーって感じです。もうなんかいやーって感じで、お腹隠してるじゃん、なんでバレた。でもお腹出してるやつもあるよ、からのせるね。今度のせる。いつもウェーって感じ。そうウェー。でも明日そう、さっき見たらさ雨大丈夫だって。柏市でしょ、柏市明日ほらあーでも降水確率 20% でも晴れだよ。今回のメイク最高にスキッピですか。ネイル黒、お正解。そうなんですよ、ネイルもしたんですよ、黒にしたんですよ、爪を真っ黒にしちゃいました。握手の時雨らしい。マジで。じゃあ一緒にテルテル坊主作る今から。
雨降ってるね。やばい集団だよね。もうなんかもうさ、このさ、この集団やばいよね怖いよね、もう圧がすごい。じゃあ最後てるてる坊主作って終わるね。ピンクエンジェルのツインテールとね。なんかもう今日なんかこの日はもう髪の毛とかもメイクとかも何も私たちはもうされるがままだったんですよ。もうね、なんかあんまりここをこうしたいとかもうダメで、はい、もうなんかもう、はい、おはようございます、はい、着替えます、はい、座ります、はい、もうしてもらいますみたいな。もうね、あんまりね、いつもよりねされるがまま髪の毛とかもうなんか結構この子はこんな感じみたいなのもう決まってて、そう、これも指原さんが作詞してくださって選曲してくださってます。意見はまあそんな言ってないけど、うん、イコラブツイッタートレンド入りしてて、嘘、髪の毛固めたの？うん、めっちゃ踊ってたからね、固めてた。どこ？本当だ、関東地方のトレンド、日本のトレンド？日本のトレンド？違う、関東地方のトレンド入りしてる。本当だ、イコールラブ、カタカナでイコールラブなんだけど、しかもハッシュタグイコラブとかじゃないんだ、イコールラブなんだね。てかめっちゃ雨降ってるやん、本当にやめて。でもめっちゃ好評で嬉しい。なんか MV が公開されたらさ、いつもさ、なんかすごい反響が結構いつも大きいなって思ってありがたいですね。もう2枚いく、早い、マジ？明日は晴れるよ、もう晴れさせるよ。あん、やだよ、晴れさせなきゃ明日は絶対に嫌なの。コメント見下してくださいってこのね衣装とこのヘアメイクだからいいんだよね多分ね。ほんとだ、もう2万回いくじゃん、もうちょっとで。すごい、コメントも486ね。なんかさ、みんなさ、リップシーンだけの MV かなとか思ってたとかね、コメントとかでもあったし、まさかのね、普通になんか MV って感じのね MV で。でも結構リップシーンもあって、ドアップもうアップ多めなので、結構ね顔も結構はっきり見えるし、まあダンスシーンもね、まあ、結構5、6回踊ったのかな、結構踊ったんですけど、そうなんかライブハウスみたいな感じのところで撮影して、でピンクエンジェル2人はそう先に2人だけのシーンとかを結構あれしてたりして、だから私たちメンバーは2人のシーン、あのだから制服着てるシーンは見てなくって、そうその時に私たちはヘアメイクとか準備とかしてて、あの他のところ撮ってたり、他のところは撮ってないなヘアメイクしてたので、教室のシーンとかは、そうだから MV 見て知ったんですよ、こんなことしてたんだと思って。いや同じ日なんですけど、そう、あれウンベラータさんがだるまをありがとうございます、やっほーやっほー。ドローンはないです、竹中先生来てくださいましたこの日。髪の毛切っちゃうかと思ったね、それな、それな。
そうなんですよ。さあ後ろのやつ持って、で帰ってきた。2019ロックフェス出る。ぜひ出たいです。わかんないけど出たいですね。ぜひ。もうこんなことしちゃったらね。ヘアメイクはね、時間すごいかかった。いつもよりは時間かかりましたね。一人どんぐらいかかったんだろう。一人いつも1時間ぐらいかな、ヘアメイクで。ヘアしながら、あ、メイクしてもらいながらもうヘアしてもらうから、でも1時間半ぐらいかかってるのかな、一人1時間ちょっととかかな。でもやっぱいつもよりは、ちょいてこいよ、かわいすぎる。うめさん初めて見れた。あと500枚で10万枚ね。本当にもうちょっとだったんですけど、でもすごいありがたいです。本当たくさんゲットしていただけてね。でも今回は10万枚は惜しくもね、もうちょっとだったから、まあ行きたかったって言ったら行きたかったかもしれないけど、やっぱウィークリーね、そう2位で、本当ありがとうございます。すごい嬉しかったし、だから次ウィークリーで10万枚超えしたいっていうまた目標とかができたから、次に向けてまた頑張りたいなって思います。嬉しいですね。今回もこうやって、また今回の MV とかもね、あれだったから、そう、ぜひお友達にイコラブ沼をはめてください。ね、ハロウィンだったらこのメイクでいいけどね。全然ハロウィンじゃない季節にやってるからね。4月とかにやってるからね。ありがとうルーちゃん、貢献してくださってますよ。チロルさんもう十分ありがとうございます。いつもありがとうございます。明日6時に起きるの。あんも早いかも明日はね。ダイヤモンドリリーとの差が激しいですよね。そうなんですよ。大好きだよとか言ってるのにね。ときめく心がって言ってるのにね。そう、全部で今15曲かな、コラボね。でもまたね、今回みたいな MV、 新たなイコラブだったので、またねこうハマってくださる方がとか、関係者の方とかね、もうねぜひ新たなイコラブをお見せできたんじゃないかなって思います。もうありがたいですね。なんか MV 毎回毎回、だって好評じゃなかった MV 一個もないですもん。全部なんかいいって皆さん言ってくださってて、本当に本当にありがたい。そういう MV を作っていただけてすごくない？だってもうファーストからもうさ、全部さ MV なんか公開されたらみんないいって言ってくださってて、神 MV しかないもんって。本当にありがたい。それは本当に、ねえ、明日雨じゃないよ、やだやだ。嬉しいです。いらないツインテールの生写真あるのかな。でもありす、なんかどれが生写真かとかちょっと分かんないんですよね。松岡花さんが、おお、ありがたい、嬉しい。リオちゃん明日初めて、うん、待ってます。衣装も毎回可愛いね。本当にありがたいです。ありがたい。剛さん完全にイエーイ。そう、でも昨日ね、花とひとみとご飯を食べてて、で3人ですごい語ってて、で私の家に来て3人でまあ話してたりもして、なんか本当になんかイコラブでよかったよねって、すごい3人でそういう話をしてて、そう、それをみんな、多分メンバーみんなが思ってることだよねって。本当になんかこのなんかいっぱいオーディションとか結構落ちてきたけど、結構メンバーみんなそういう子も多いけど、イコラブでよかったねって、今はこうやって本当に思えるから、すごいそうしみじみと思います。こうやっていいグループだねって自分たちで堂々と言えるから、それは
自信持ってこのグループって言えるからすごいそれは良かったってすごい思うし、こうやってありがたいことにたくさん MV とかもね素敵な MV を作っていただけて、そうアンナと花すぐ語るから瞳とも語るけどね、みんな結構イコラブすぐ語るからね、にさもうメンバー集まったら語るからね、すぐいろんなこと喋ってる。完全に抜けなくなった、ダメですよもうイコラブ沼から抜け出せませんよリオですって言えばわかるよ、わかるね。でもイコラブのパフォーマンスすごいって言っていただけて嬉しいです。でもね本当にねまだまだなんですよ、まだ2年ですごい、そう成長はしたとは思うけどまだまだね他のグループさんとかと比べたらまだまだ劣ってる部分がたくさんあるので、でもまだまだそれだからこそまだまだ成長できる部分がたくさんあると思うし、なんかもうこのグループだったらまだまだ上にあもう行けるっていうか行きたいし、だからこれからイコラブの時代に多分こう令和になったからたくさんのアイドルさんがこの時代もう令和は自分たちのグループの時代にしたいって多分言ってらっしゃるグループさんってたくさんいらっしゃると思うので負けたくないなって思います。私がコンサートあツアーのラストで言ったんですけど、令和の時代はイコラブの時代にするって。でアイドルのそう戦国時代とかって確かに平成でモーニング娘さんだったり48グループさんだったり乃木坂グループさんだったりなんだももクロさんとかたくさんねもう国民的なグループさんってたくさんいらっしゃったと思うんですけど、次はなんか私たちが令和の代表グループになりたいなって思ってます。でもそれはまだまだだし、でも何かなんか目標とかそういうのないとやってる意味はないと思うから、そうなんか令和を自分たちの時代にしたいって言ったら大きいことかもしれないけど、でもそんぐらいの気持ちでぶつかりたいなって思うし、まだまだ上に行きたいなって。皆さんよろしくお願いします。そうでもまだまだやっぱ指原さんっていう看板があるから大きいから、その看板が指原さんがいてくださってこそいろんなお仕事をいただけたりいろんなことをさせていただけてるので、まだまだ指原さんっていう看板をお借りしないといけないグループかもしれないけど、いつかはなんだろう本当に指原さんっていう名前がなくてもなんかなんだろうもうイコールラブってだけで通用するグループになんなきゃいけないし、それで指原さんに恩返しをしていきたいなって、千原さんに喜んでもらえるようなになりたいなって思います。頑張ります。頑張る。よいしょ。なんかお腹空いてきちゃった。
みんなのリプを見ている。嬉しい。みんなのリプを見てるとね、元気出る。こんなことね、せんけんね、イコラブね。あ、なんかさ、イコラブってさ、あれどうしたんだろうね。すごい清楚なグループじゃなかった？方向性どうした？そういえば、そういえばさ、イコラブってさ、清楚なさ、もうなんか黒髪ストレートで、なんかもうシンプルな制服で、なんかスラでしたよね。あれいつからどうなった？いや、いいことだな。でもな、いいことなんだが、あれいつからどうなった？王道アイドル路線じゃなかったでしたっけ、私たちって。あれれ、言われてみればって。あれ、なんか最初清楚っぽかったですよね。あれいつからこんな、いや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 みたいな なっちゃった。でもね、そういういろんな曲ができるようになったっていうのは良いことですね。マルチにね、行きたいと思います。サードから、うん、確かにサードからですね。でもサードからまた新たなこうファンの方が来てくださって、とてもいい方向に行ったので良かったですね。でも私はそういう方が好きだから、いろんなことしたいから全然嬉しいんですけど、面白いね。面白いね、そう考えたら。そう考えたら面白いんだけど。そう、でも私たち清楚にも確か戻れるはずなんだよ。大丈夫、探せダイヤモンドリリーは清楚だったから大丈夫。いやー、この2年間でいろんなエコラブをね、お見せできたなってすごく思います。これはそれは本当指原さんのプロデュースのおかげなんですけど、本当に。でもいろんなのがね、いろんなことしていきたい。だってイコラブね、実質そんな、なんかそんな正直さ、楽屋とかでさ、お嬢様とかじゃないもん、みんなイエーイみたいな感じでテンション高いから、どっちかって。清楚な人がマリオジャンプするかねって。おもろ。トレンド嬉しい。アンナのモッチャム、音島さんですね。ここアンナのモッチャムらしいです。でもアンナ全部簡単って言われます。ダイヤウルフはね、清楚ですよ、もう。どこがやねん。次はウェイ曲でね、いろんな曲欲しい。誰が一日だったタピオカやねん。
ノイミーはお嬢様、確かに確かに今んとこノイミーちゃんお嬢様ですよね。でも私たちも初期そうだったから、篠宮梨沙ちゃんは清楚だったかも。確かにバラードね、バラードなんかでも感動系の曲も欲しいけど、でもなんか全役でなんだろう、でもなんかコンサートみたいになるとちょっとなんかそういう曲も欲しいなって思うし、うん、でもなんかファンの方と一緒にこうタオルを振り回したりする曲もあんは欲しいなって思うんですよね。そう、まあでもまだまだね、今はフィフスシングルを、フィフスシングルなので、フィフスシングル夏の水着曲はねないでしょ、まだまだ子供がいるからう20秒だけお嬢様で受け答えしていいよ、よーいスタート。8枚目くらいでバラード欲しい。そうでございますね、私たちもフィフスシングルはもう少しバラードかと思っておりました。ですがとてもいい曲だったんですが、バラードではございませんでした。そうですね、アルバムを出させていただけるくらい頑張りたいと思いまする。ごきげんよう、ごきげんよう。はいごきげんよう。今日のお食事は秘密でございまする。お茶はご遠慮いたします。今日は最近タピオカは飲んでございません。あ、今日はでした。そうなんです、いいとこの子なんです。お名前は山本アンナでございます。明日握手してもよろしいですか、プーテヤン様。大歓迎でございます、お待ちしております。虹の下、とてもとてもいい曲でございます。いいえ、江戸時代ではございませぬ、こちら令和時代でございます。今日からアンお嬢様と皆さん呼んでくださいね。今日は清楚で行きたいと思います。体調は悪くございません、とても元気でございます。最後まで持つ？もちろんでございます。はい、疲れたやっぱ持たんかったイエーイ、無理です。はい、いつものアンナです。イエーイ、トラトラントラトラ。アンナ先輩って呼べ。マンジマジマンジてかさ、てかさー、あ、てかさーってめっちゃ言うよねてるてる坊主作ろうっと、そろそろてるこさん作らんといけん。てるてる作って明日晴れろって感じうん、今からねちょっとね、あのティッシュ持ってくるね。
ただいま。ティッシュたちを持ってきました。タルタル坊主を作りたいと思います。できました。アンナのすぐできるてるてる。はーい、おめめかきます。12個作りません。1個です。ニッコニッコ。お花明日天気になれ。晴れてほしいから太陽のマーク書こうと。できた。できました。じゃあこの子はどうしよう。ここ工場のマークちゃうねん、太陽やねん。明日晴れますように。明日晴れますように。ここに置いとこうと。それな、ちょっとカープ頑張ってください。キャープ頑張ってください。12時間配信の準備ね、ノー順調やばーい。そう、マヨラボカープコーナーあるんですよ。明日は夜配信ですね。やることは結構決まってきたよ。感じ。日本のトレンドに昇格、やった。イエーイ。俺ピーマンパプリカじゃん。あはは。適当が一番。イエイ。嘘よ、ちゃんとするよ。まだでも時間あるもん。だから大丈夫。じゃあ1万人いったら終わろ。今日は1万人いったら終わります。はーい。シアラさんがいらないツインテールについてツイートしてる。嘘。あ、ブーカ読んだ？ぜひ読んでください。なんかチェキとかも当たるから、ぜひ
アナのこと書いてください。お願いします。よろしくお願いします。でも指原さんなんだっけ、年に1回だっけ、月に1回だっけ、ショールームしますってミャオさんのショールームで言ってらっしゃったよね。何コンティヌちゃんこれ、ありがとう。年に1回か。泣かないでプーテン、お待ちしております。年に一度絶対見るやんな。いや年一もやってくださるだけでありがたいよね。お忙しいんだから。12時間配信はもうメンバー来てねって感じでもね、誰かしら来てくれるよ、大丈夫。エリ君ブブカゲットしてね。てかね、アンね、前回ブブカ出させていただいた時、グラビアの時にももクロさん表紙で、今回もももクロさん表紙なんですよ。すごくない？すごくない？だからそう、前回はグラビア水着だったんですけど、今回は普通になんか私服なんですけど、そうびっくりって感じ。あ、1万人超えた。そう偶然なんですけど、たまたまなんですけど、今回もももクロさんが表紙なんですよ。ね、私が一度だけしたグラビアですね。そこからやっておりません。一度のやつです。1万人いった。じゃあそろそろ終わろっかな。終わろ。13位ウンベラータさん、12位 TOM75 さん、11位精進さん、10位ニゴさん、9位ユカリン、8位ナカチョさん、7位レグルスさん、6位ポークたまごさん、5位ムーミンパパさん、4位カズジーさん、3位チャンクマさん、2位プーテアン、1位サシナユイさんです。ありがとうございます。日本のトレンド入りありがとうございます。絶対晴れますように、晴れますように。ランダムは5人いきます。1人目コラボカフェポン、2人目ナミさん、3人目ラブイコールびっくりマークミーさん、4人目ケイニさん、5人目オンちゃん、カタカナでオンちゃんさんです。ありがとうございました。じゃあバイバイみんな、明日晴れますように。明日柏全悪で待ってます。アワナータンとショークのレーンです。みんな遊びに来てください、待ってます。じゃああと今日はあと10回はいらないツインテールのミュージックビデオを見て、たくさん、ツイートをいっぱいしてください。トレンドいっぱい入れてください。よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。アンレン行きます。アンレンで待っとるよ、バイバーイ。じゃんけんします、せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんパー、バイバイ。